はい、皆さんこんにちは。今日はリップルとリアプロトコル見ていきたいと思います。まず最初にリップルから。リップルは、ここから上昇していく目線でいます。今のサポートっていうのが2018年バブル崩壊の、本当に最安値 0.1013 を、起点にした上昇トレンドで、ちょうど3年前から引ける歴史の長い上昇ラインですね。で、爆上げのラインは、このネックラインにもなってる 0.52 あたり。こう見ると、マクロレベルのアセンディングトライアングルを作っていて、で、それを抑えるのが強烈なバブル相場のネックラインになっています。で、あとは全体像が、綺麗な U 字型を描いているので、それも大衆の意識を買いに持っていきやすいと思います。週足の形を見ると、今、三尊っぽい形なんですが、4本の陽線に対して、下げが下髭出しながらの落ち方で、上げ方よりも下落の方が弱いと思いますね。時間的な面から見ると、このチャンネル下限についてブレイクするまでの前回期間を見ると、前回が6月10日に落ちてきて、約3ヶ月と10日のレンジ後、9月22日に上抜け。今回が11月9日に落ちてきて、そこから3ヶ月後を計算すると、そろそろブレイクしてきてもおかしくはないと、時間的な面からも言えると思います。あとその上昇シグナルが、おそらくはどのフェーズにもある下落ネックラインをブレイク後の上昇だと考えています。ここみたいに逆三尊とか作る形があれば分かりやすいですね。月足見ても下落の仕方が弱いですよね。9月の足に対して3ヶ月、その足にインサイドする足を作っていて、下げ方が限定的で、1月の陽線に対しても2月3月の下落の仕方がインサイドしていて弱い。あとは下げても2020年8月のような7月の足の上で上髭陽線で、その上部で推移する足が来るのであれば、ブレイク予兆として私は捉えてます。次、ニアプロトコル。リアプロトコルは2月の月足がそんな大きくない上髭ピンバーなので、最安値深掘った後のこのレジスタンスがサポートに転じやすくなった印象はしますね。今のところって爆上げした最下部のゾーンなんですけど、1月に下髭作ってないので、上昇するにしても 1.8 のサポートラインあたりで底固めしてくる可能性は高いと考えています。上髭も微々たるものなのでサポートされやすいと考えています。まあ買うならそのあたりだと思いますね。週足で今の高値付近の水平レンジも割れたので 1.8 あたりを下髭で深掘る可能性は高いと思いますね。上昇の足に比べ下落が非効率なので、ここから逆三尊とかを作って、もう一つ上昇トレンドを作ってくる見方でいきます。バブルの起点になったレジスタンスなので、相当な煮詰まりがないと、このネックラインブレイクは難しいと思います。日足で見ても5月から8月のそんな調整挟まず、綺麗な逆三尊を作ってるのに対し、今回はトレンドも割れて水平サポートも割れたので、もう一段下で上昇ライン作ってくると思いますね。このバブルのネックラインをブレイクしてからが本格急騰になると思います。マクロで見ても最安値まで到着したので、個人的には買っていってもいいとは思いますね。ちなみに私も保有してます。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所になっています。動画説明欄のリンク経由からの口座開設で、永年手数料 10% がキックバックされます。国内取引所のフォビジャパンでは、動画説明欄のリンク経由からの口座開設で1000円相当が付与され、現在ウェルカムキャンペーンで5000円入金で1万円、販売所取引で1万2000円、取引所取引で1万2000円、最大4万円相当のホビトークンが抽選で付与されます。国内取引所のビットポイントでは、100枚以上のトロンを保有することで、2023年6月10日までエイプ NFT が毎月付与されます。バイビットでは BitDAO を保有することで、ローンチパッドで先行利益を得ることができます。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。追い証がないので、トレード資金以上の損失を出すことがありません。プロトレーダーにトレードを任せることができるコピートレードで有名なビットゲット取引所もおすすめです。ビットゲットではランカートークンのビットゲットトークンの取引をすることができます。BingX では毎月お得なキャンペーンを実施しているのと、私のリンク経由からの口座開設で350テザーが付与されます。MEXC では独自トークン MEXC トークンの取引ができ、機能的にはバイナンスと同じくらい充実している取引所になっています。私のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がオフになります。OKX 取引所は転セット銘柄が多く上場している取引所になっています。動画説明欄にキャンペーン詳細等貼ってあるので、気になる方は見てみてください。Twitter や公式 LINE の方でも情報発信や相場のことをつぶやいたりしているので、フォローお願いします。